泉国分寺は大阪府泉市国分町にある高野山真言宗の寺院。三号は五国山。本尊は薬師如来。通称を福徳寺とも。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に混流された国分寺のうち泉国国武宗寺の後継寺院にあたる。聖武天皇肖像創建は不詳。国分寺建流の御事のりは 天平十三年に出されたが、当時は、泉国は未成立であり、天平法事元年の泉国成立後の上和六年に、国分寺に指定される以前は、安楽寺と称される寺院であった。期湿度の河原では、七世紀後半ののき丸河原が、見られるも一点のみであり、数量の点では八世紀から本格的に整備されたと、見られる。ただし本格的な発掘調査は、 未実施のためがらん時期の詳細は明らかでない。上は6年に国分寺に指定された際には、講師一員、総塾口が置かれたが、読自は置かれなかった。また、泉国内に国分デラは設置されていない。なお、所在地は泉国の国府推定地からは離れた位置になる。延長5年成立の演技式取税上の規定では、 泉国の国分寺領として、稲ご先祖が当てられている。その後の変遷はつまびらかでなく、限定賃工事論連官中案に引用される、過剰元年、天任二年の文書に、国分寺領の記載が見えるのみになる。鎌倉時代末頃には、国分寺の機能を創出していたとみられる。泉州市では、国分寺今後福徳寺の近藤、等、 注文、大門の礎石が散在する旨が記されるが、現在では、礎石の所在は明らかでない。ありがとうございます。